続きましてこちらはですね、うつ消しご飯。タンパク質と鉄をたっぷりとれば心と体はみるみる軽くなる、藤川徳美先生の書籍です。藤川先生は藤川心療内科クリニックの先生です。気分障害、不安障害、睡眠障害、ストレス性疾患、認知症に対して多面的な治療法を採用しながら治療に当たっているとあります。以前紹介した牧田先生はプロテインはあまり摂りすぎると良くないですよということをお伝えしているんですけれども、こちらの藤川先生はタンパク質、プロテインしっかりと摂りなさいということをお伝えしています。私自身はですね、どっちかというとタンパク質、プロテインは摂った方がいいのではないかなと思っています。やはり体を構成する中でタンパク質が占めている割合って非常に多いので、良質のタンパク質、そして良質のプロテインというのは体を作るという意味では重要なのではないかなと思います。でこちらはですね、だるい、重い、つらい、薬に頼らずうつを振り払う栄養療法メソッド、食事は何よりタンパク質足す鉄、メガビタミン療法、 ATP セットも収録、女性は鉄で変わると書かれています。藤川先生や江部浩二先生は毎日ブログを更新されていらっしゃいます。特に藤川先生に関しては精神的に辛いな、家族が心配だなという方はですね、ぜひブログを読むだけでも非常に勉強になります。私がアイハーブでサプリメントを買うときはほとんど藤川先生の情報を参考にしています。こちら、はじめにというところなんですけども、私はクリニックの院長を務める精神科医です。患者さんの心の不調と日々向き合う中で、医療は栄養摂取を軽視してきたことの非を痛感しています。だるい、重い、つらいと不調を訴える人の多くは肝心の栄養が満たされていないことが大きな問題なのです。食べ過ぎの方が問題では、お腹いっぱい食べているのにどうしてと思われるかもしれません。しかし栄養はたくさん食べれば満たされるのではありません。食べているつもりでも必要な栄養素を摂取できていないと栄養失調になってしまいます。クリニックにおける栄養指導は分子栄養学に基づいてプロテインやビタミン剤などのサプリメントを投与するメガビタミン療法を中心としています。第一義的に摂るべきビタミンやミネラルなどを指導し、その他のサプリメントは症状によって組み合わせます。ここで書かれている分子栄養学というところで、私もですね、機会があったので昨年オーソモレキュラーの勉強をしました。そうしたことによってですね、食とは何か、栄養とは何かということを非常に深く学ぶことができて、とても楽しかったです。サプリメントを飲まれる方の一例として、私食事があまり良くなくて、いつも買ってきたものだったりファストフードだったりするので、サプリメントで栄養を補わなきゃと思って飲んでるのという方ももしかしたらおられるのではないかなと思います。私自身はですね、1日に1回夜しか食事をしませんので、外食以外は全て自分の食事は自分で食材を買って料理をして食べています。ですので肉、魚、卵、大豆、野菜など食材を買ってきて、目に見える化として自分が何の調味料を使ってどうやって美味しいレシピができるかなということを楽しみながら作っています。体を作る食事をしっかりとって、プラスアルファは必ず足りていない栄養素っていうのがある、そこをしっかりとですね、サプリメントで補って、どんな時でもブレない力強い精神と体というのを作っていっています。こちらのうつ消しご飯ということで、肉をたくさん食べなさい、タンパク質をたっぷり摂りなさい、タンパク質は生命活動の第一人者、女性は鉄をどんどん摂りなさい、女性のうつパニックは鉄不足が原因、鉄分をほうれん草には頼れない、肉は何をどのように摂ればいいか、肉は少なくとも 200g 毎日食べる、牛肉はタンパク質と鉄がたっぷり、質的な栄養失調から抜け出す方法、卵は完全栄養食、毎日2個から5個食べよう、卵かけご飯は NG、 バター、生クリーム、 MCT オイルもしっかり摂る、サプリ活用で効果倍増、足りない分は鉄剤やプロテインで補う、精製された糖は減らしなさい、精製糖質、白米、小麦粉、砂糖はインスリンを分泌させるので避ける、砂糖は特に減らす食べ物、タンパク不足があると糖質制限がうまくいかない、精製糖質の過剰摂取はがん、うつを引き起こす、鉄不足の人は甘いものを欲しがる、狂った脂肪は即やめなさい、トランス脂肪酸、マーガリン、ショートニングは NG、 サラダ油もできるだけ減らす、
質の悪い野菜は意味がない。コンビニ野菜の栄養はわずか。野菜ジュース、果物ジュースは NG。 メガビタミン療法のすすめ、 ATP ブーストセットがあなたを救う。藤川先生は精神科医として、うつ、精神状態、糖質、タンパク質、鉄、メガビタミン、サプリメント、そのような観点でですね、こちらの本が書かれています。私の勝手な思い込みかもしれないんですけれども、もし精神状態が辛いなと思って病院に行くと、少しずつ薬が増えていってしまうのではないかというようなイメージがあります。もし違っていたら本当に申し訳ないと思うんですけれども、辛くて病院に行ってだんだん治っていけばいいと思うんですけれども、本当にちゃんと治るのかな、もしかしたら1錠だけの薬だったのが2錠、3錠増えていかないかなっていうふうに思ってしまいます。そうすると、治りたいのに病院に行ってるのに、本当にそれは治る方向に向かっているのかどうなのかなっていう疑問も出てきます。こちらの藤川先生は薬の投与を増やすような治療ではなく、もう自分でiHerbでサプリメント購入して飲みなさい、タンパク質を食べなさい、プロテイン飲めなかったら少しずつ飲めるような体づくりをしなさい、そして健康になってほしいというように私は感じます。ぜひ仕事、職場関係、人間関係、家族、辛い思いをされていらっしゃる方、精神的にきついなと思っている方、とてもたくさんいらっしゃると思います。ブログを読むだけでもとても勉強になりますので、まずはですね、ぜひ読んでいただけたらいいなと思います。